こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は元バーテンダー黒田のお酒教室3番目ということですね。最近やっぱハイボール、ハイボールって流行ってますよね。で、そのハイボールってまたどういうことなのかっていうこととか、えー、まあ、ショートカクテル、ロングカクテルについてお話ししていきますね。ショートカクテルは、あの、前回いろいろお話、ナンバー、no. 2の方でお話ししましたが、氷が入ってない、早く飲まないといけない、まあ、カクテル、こういう。 えー、こういうグラスの三角形のグラスに入っているやつですねえー、まあ氷が入っていればそのブランデーとかウイスキーのロックでこれでもロングカクテルっていうふうに言われてますまあカクテルと言えるのかどうかはちょっとよくわからないですがまあでも、えー、と実際にこうコップに入れて氷入れたらカクテルっていう人もいますからねこれもカクテルというふうに言いますでその今回はロングカクテルですね で、何でもそうですが、最初にドーンとこうですね、ボーリングのピンの真ん中をボーンって潰すみたいにですね、えー、芋ズル式に覚えるやつを先に覚えてから細かいのを覚えていくといいんですね。で、えっ、ー、と、次回その、普通の言う、よく言われるスクリュードライバーとかそういったこう、ロングカクテルとかショートカクテルとか、こう、ベースごとに覚えていこうと思うんですが、えー、今回はですね、全体的にこの蒸留酒、ジーン、ウォッカ、ラム、テキーラ、これを、えー、何かで割ると、こういう名前になる。 で、これがですね、僕がよく飲んでた、えー、僕はですね、えー、ジンバックをめちゃくちゃ飲んでたんですが、ジンバックっていうのは、ジ,にジンにバックをつけると、もうよベースプラスジンジャーエールなんですよ。ジンジャーエールアルなんですね。で、まあ、あの、ライム入れたり、えー、レモン入れたりするんですけど、このバックっていうのは、この BA のこの後ろの背中とか、こう後ろのバックではなくてですね、えー、鹿の、えっ、ー、と、オスの鹿のことをバックっていうらしいんですね。で、こう、キックが、まあ、 オスのってキック力がすごいんで、こうキックのある角テル、ガーンってくるよっていうカクテル、まあ、お酒どれも蒸、ま、留、あ、酒使ったらガーンってきちゃいますからねでベースが45って僕は習ったんですね 45cc って習ったんで 45ml 入れてっていう風に習ったんですけどがそれにあとこう氷を入れて、まあ、最初に氷入れるんですけど氷,、えー、氷入れて蒸留酒入れてで最後にこう注ぐみたいな感じですねでないと 蒸留酒入れてから氷ボンって入れるとボチャーンって飛ぶんですごい怒られましたねよくね。先に氷入れてから蒸留酒を入れてそれからこうジンジャーエールっていうのを言、えー、いわゆるビルトという作り方をします。でこう混ぜるのね。で、リッキーっていうのがですねこれはリッキーを英語で調べてガタつくとか膝がガクガクするこれもなんかそういう意味ですね。 あんまり飲むと膝がガクガクしちゃってこう強いよっていう意味があったんですが、ジンリッキー、ウォッカリッキー、ガムリッキー、テキーラリッキー、これ全部ありますね。あと、ブランデーリッキー、ウイスキーリッキーっていうのもあるそうなんですねで。リッキーっていうのはサントリーが、例えばリキュールとか飲んでもらったりするのに、リキュールをソーダで割って、なんとかリッキーっていう風に名前を付けて流行らせたらしいんですね。だからこれをリッキーと言うんです。で、ハイボールっていうのは、このいわゆるウイスキーをソーダで割ったものをハイボールっていうんですが、ハイボールの定義は、 上流酒をソーダで割ったもんなんで、リッキーと同じなんですね。なので、ハイボールって、まあ、今最近お店流行ってますけど、みんなハイボールって言うと日本ではウイスキーのソーダ割りなんですね。これはハイボールと言います。なんでハイボールかって言うと、こう、まるで気球みたいにね、こう、えっ、ー、と、泡がシュワシュワシュワっていくでしょ。だからそれで誰かがハイボールって言って名前を付けられたそうなんですけど、まあ、これ諸説いろいろあるんで、どれが本当かわからないです。ただ、ハイボールっていうのは、ウイスキーの ソーダ割と言われてますが、実はハイボールっていうのは、このベースが上流種だったら何でも構わないんですよ。リッキーと同じ扱いなんですよっていう風に考えていただければ、ちょっと豆知識かなみたいな。っていう感じですね。なので、えー、ロングカクテルっていうのはですね、こうやって、まあなんでこんなことやってるかっていうとですね、ジャズクラブに行くとですね、の飲むのにこう、何飲おっかなみたいな。僕よくコーヒー飲んでるんですけど、やっぱりこう、 たまに電車で行くと、やっぱりちょっとジャズってお酒飲みたいじゃないですか。なのでお酒のことちょっと知ってると、なんかなんとなくこうカウンターに一人で座って、お酒をちょっと楽しみながら、本を読みながら、えー まあ本読みながらっていうのは合間時間ね。合間時間本読んだりとかして、僕は小説よく持っていくんですけど、小説読みながら、で、音楽聴いて、なんかお酒飲んで楽しいなぁ、みたいな。その時に、こう、お酒の種類いろいろ知ってると、まあ、いつも同じものを頼むんじゃなくて、今日はこれ頼んでみようかな、あれ頼んでみようかな、みたいな感じで作ってるんですね。なので、ぜひぜひ、あのー、こういうのを覚えてですね、えー、ちょっとこう、 なんとかバッグ。あのね、甘いのが好きな人はいいんですけど、だからたくさん飲む人はね、ちょっとこう、ジンジャーエール割ってこう、持たれてくるんですよね。だから、途中から僕もやっぱり、よく飲む日はやっぱりリッキーで飲んでましたね。だから、えっ、ー、と、僕はリッキーはテキーラリッキーとか好きなんですけど、テキーラリッキーとかラムリッキーとか飲みます。あと、ちょっとあれだったら、ジンジャーエールよりは僕はコーラの方が好きなんで、ラムコークとか、えー、テキーラをコークで割ったりとかして、よく飲んでますね。 ということで、えー、ロングカクテルというやつですね。これもなんとなく感覚が分かってくると、こう、ベースとこれ合わせるとこんな感じの味になるんじゃないかって想像がつくようになってくるんで、これも全部基本ですから、基本を覚えていただけると絶対お酒も楽しくなってくると思いますので、ぜひ、ロングカクテル、ちょっとこの基本形を覚えてください。でもまあ、有名なカクテル他にいっぱいあるんで、 今度はベースごとに1個ずつロングカクテルとショートカクテルを次回からやっていきたいと思います。本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。